を決めて。グレープニルが動いたわ。詳しくは直接話したいの。すぐに戻ってきて。何があった？まずはこれを見て。ついに我々は人類に残された最後の牙、オーディンによる怪奇捕食技術を完成させた。しかしその技術を支えるのは怪奇への対抗適応能力を持つエイジ適合者たち。彼らの肉体そのものが触媒として必要なのである。触媒？オーディンに登場し海域を捕食すれば、その触媒となったエイジ適合者は消失する。そんな無茶苦茶な。この事実は我らにとって重く、そして慈悲のかけらもないことは承知の上である。だが人類の未来を預かる私にはこれを伝える義務がある。全てのエイジ適合者に私から私の言葉で伝えなければならない。エイジ適合者の諸君、この混迷の時代を照らし闇を切り裂く刃となれ。諸君らは人類の未来を担う英雄なのだ。すでに我々はこの地域で登録された全てのエイジ適合者の所在を徹底的に調査、整理させてもらっている。その数約1000人。なんだよそれ。俺たちに死ねってことか。エイジ適合者の諸君らにはこの大陸を救った英傑として子子孫孫語り継いでいくことを約束する。我々グレイプニルは人類の未来を守るため海域捕食作戦を強固な意志で推し進めることをここに宣言する。まるで賛同しないエイジは人類の敵だと言わんばかりの言い草ね。卑怯なやり方だ。逃げ場を徹底的に潰しやがって。あなたたちの召集令状が届いているわ。オーナー、港に封鎖命令が届いています。すでに私たちの港の周囲にはグレイプニルの怪奇踏破船が多数展開されている模様。ネズミ一匹逃がさないということね。周到に準備されていた電撃作戦だったんだわ。イルダ、今まで本当に世話になったな。俺たち
エイジはここを出ていく。だな。ああ。トレーラーを何台か買い取らせてくれないか。待ちなさい。初動の判断ミスは取り返せないものよ。だが、もたもたしている時間はない。エイミー、全クルーおよび港のエイジの子たちに招集をかけて、みんなに大事な話があるの。了解しました。